牧野信明、牧野信明、牧野信明、1861年11月24日、文久元年10月22日から1949年、昭和24年1月25日は、日本の政治家。議会は、十一位。君党は、君位党。尺位は白尺。名は真剣と、通称されることもある、夕食読み。以前の意味名はこれとし、 大久保利道は父、吉田茂は娘無子、人し親王日信子と、麻生太郎は総尊にあたる。1861年11月24日、文久元年10月22日、薩摩国鹿児島城下梶山町猫の薬師工事に、薩摩藩士で維新の三血の一人、大久保一蔵と、妻、増子の次男として生まれた、陽明は、大久保新熊った。 生後感もなく父、歳道の義理のいとこにあたる牧野吉野城の養子となるが、1868年、慶応4年に、吉野城が、母親戦争における北越戦争、新潟で戦死したため、幼児が牧野のまま奥ぼ家で育った。1871年、明治4年、11歳にして、父や兄と共に、岩倉剣王施設団に加わって渡米し、 フィラデルフィアの中学を経て1874年に帰国し、改正学校、後の東京帝国大学に入学する。1880年、明治13年、東京大学を中退して外務省入省。ロンドン大使館に赴任し、憲法調査のためと応じていた伊藤博文と知り合う。帰国後、大乗関係少女機関、法制局参事官、兵庫県大書機関、 黒田清隆首相秘書官、福井県知事、茨城県知事、文部次官、在イタリア講師、オーストリア講師等を歴任した。牧野は、大乗関係少職機関時代、伊藤に随行し、北京にて伊藤と、李工省との駆け引きを肌で感じたという。オーストリア講師時代には、日本とギリシアとの通商条約締結、ロシアとの戦争を見越した、情報宣伝捜査。 第一次大戦後の君主国の動向の調査などがある。ヨーロッパにおいて、降下論の広まりを防ごうとした。また、イギリス王室外交の有効性を指摘している。牧野は、第一次、西ン寺内閣で、文部大臣を務めた際、1907年11月4日に、外交官時代の功績によって、断尺を授けられた。文部大臣時代の功績として、 義務教育の年限を4年から延長して6年としたこと197年と文部省から1万円を支出して美術展覧会、文展が開かれることがある1907年。第2次、西恩寺内閣で、農商務大臣。さらに、数密顧問館に転じた後、第1次、山本内閣で外務大臣となる。山本本兵衛と、 三浦五郎から山形罰への牽制として当初区内大臣への就任を打診されたが政府と宮中の長官を薩摩人が占めることに誤解を抱かれるとの懸念が辞退している。この時期の牧野は伊藤やその後継者である西園寺金持ちに近く初期の西友会と関係の深い官僚政治家となり対外協調的な外交姿勢と英米型自由主義による政治姿勢を基調とし 一方では、薩摩罰により広く政界、外交界、宮中筋と通じるという、独自の地位を築き上げた。1914年、大正3年3月31日、貴族院直選議員に任じられる。1919年、大正8年、牧野は第一次世界大戦後のパリ講和会議に、自席全権大使として参加した。一行の主席は、西恩寺であったが、 実質的には牧野が再配を振っており、随行員には、このミマロや、女性の吉田茂ゲルなどがいた。パリ講和会議では、日本の自席全権大使として、人種的差別撤廃提案を行っている。1920年、大正9年9月7日、牧野は、パリ講和会議の論考交渉により、断尺から死尺へ昇尺し、同時に、朝日東課大受賞を授けられた。 1921年、大正10年、宮中防重大事件の影響で、中村雄次郎急将が辞任すると、元老の松方正義が後継選択を行い、2月19日に新任式が行われ、牧野が宮内大臣に就任することとなった。が、サッパの山の内和嗣や蒲山助秀らが牧野を、松方、山本の後を継ぐ時代のエースと見なしており、事態を勧告した。 また、西恩寺金持も、旧将就任の挨拶に来た牧野に、旧将も従来からの候補であった、首相として原高氏の後を引き受けてもらいたかったと発言している。恩恵な英米協調派で自由主義的傾向が強い、僕や屋内大臣に押したのは、天皇及び、宮中周辺に強心的な皇室崇拝者を置くとで、皇室が政治的な騒乱に巻き込まれることを嫌った。 西恩寺の意向であるという。これ以降、牧野は西恩寺の意を対して、宮中における自由主義を陰に火に守り抜くことをその政治的使命とする。旧正就任後、牧野は元老と内外人との間の情報仲解約として、後継主藩創生に関与するようになる。だが旧正になった翌年に山形が亡くなり、元老は松方と西恩寺のみとなり、 両者とも美がすることが多くなった。1925年、大正14年、牧野は内大臣に転じ1935年、昭和10年まで在任した。牧野は、常時保室という退任に加え、後継首相の選定にも預かることになった。牧野は内大臣就任直後、同年4月9日、白尺に昇尺する。旧正在任中の皇太子陽光。 摂政設置、皇太子結婚などの任務挙行の功績による。牧野に対する天皇の信頼は厚く、15年後、多難な時期に退任の意向を聞いた昭和天皇が涙を流したという逸話がある。牧野の公認の内大臣には、湯浅倉平が推薦し、牧野はその後も、宮中、外交への影響力を保持し続けようとした。健康が優れず、また、 就任以来15年になるので、人身を新たにすることを退任の理由とした。牧野には、当時持病として、神経痛と人麻疹があり、1932年以降には、宮中での晩餐会の中座、陸海軍大演習の不散といった公務にも、支障を来すほどの容態になっていた。1936年、昭和11年、牧野は2.26事件の折には、 神衛前派の代表として、湯河原の伊藤や旅館別荘、甲府荘に宿泊していたところを襲撃されるが、孫でもある、麻生和子、吉田の娘で麻生太郎の母、の起点によって、窮地を脱した一方で、護衛の警官が殺害された。また、牧野を殺害対象としたテロ計画は、この事件の前にも発見もあった。牧野は、第二次世界大戦下にあっても、 天皇の信頼は衰えず、数度宮中に称されて、意見具心をした。裁判年は、千葉柏市に居住した。戦後も、皇室と天皇の処遇に関心があり、GHQ で、憲法問題担当政治顧問のケネスコールグルーブと、会談史情報を天皇に伝え、天皇越見を依頼したり、東京に帰った、秋日新郎に、幕末の外交団や留学団、 英米の政治家の階級団を語った。オールドリベラリストの一人として、牧野の評価が高まり、一時は、鳩山一郎追放後の自由闘争祭に押す声さえあったが、牧野は、老齢のため二度と成人の世界に復帰することはなかった。首相だった吉田はたびたび相談に訪れていた。牧野は1949年、昭和二十四年一月二十五日、八十七歳で、 その生涯を閉じた。牧野の死後、ほとんど財産らしきものは残っていなかったという。日本起因初代、1924から1946年、総裁を務めた。また、シャーロッキアンの草分け的存在としても有名である。伊藤は、人の長所を見て決して短所を見なかった。牧野の対人姿勢は伊藤に学んだ。相手の話をよく聞き。 自分の意見と異なっていても、頭ごなしに否定せず、再考させた。三浦は牧野を石橋を叩いて渡らない人と評した。内大臣時代秘書官長として仕えた、木戸光一も、牧野は非常に頭が柔軟であった、若い我々が話せるような空気があると評している。牧野には、保守と進歩のアンビバレントな両面性があり、有馬より安の童話問題への取り組みを評価したり、 大川は明や安岡正スを尊能家として評価したりしている。牧野は皇室を保持していく上で社会の変動を敏感に察知し、かつ柔軟に対応する能力を身につけていた。牧野が急症として後継主犯創生に参画できたのは、元老の原因、高齢化による機能の代行と、区内官僚内の職域を超えた横断的な側面があった。牧野は、 元老と重臣の間の連絡役に徹しようとした。牧野は有力な重臣を純元老として、機能を継続しようとしたが、西園寺と平田内大臣は反対し、松方の死後、当分元老と内大臣で、その機能を果たそうとした。平田内大臣は、病気がちとなり、牧野が内大臣に就任した。牧野は宮中に入ってから、牧野グループを作っていった。反対派には、 一部は人事権を使った。田中義和は天皇の権威を利用した政権運営を行ったが、天皇は田中に対して不信感があり、牧野、西恩寺、鈴木自重長は天皇の任命体験を利用した。ロンドンにおける軍縮会議に出席していた若月霊次郎ら全権団は妥協案受け入れの是非を成君してきたとき、政府案を天皇に上奏する前に軍部は 医薬上層をしようとしたが、鈴木自重長が延期させた。牧野はこれに関係していなかったが、橋本徹馬が右翼団体の発行紙にデマを書いたので、牧野が条約反対派を抑え込んだと思われ、軍部と右翼から付け狙われることとなった。牧野は若月内閣や犬飼内閣の対応を見るにつけ、持論である天皇を支える任に足る人物を結集させ、 自局の人静化を図ろうと考えていたが、元老、重臣を政局に介入させる構想は賛成を得られなった。満州問題による国際連盟脱退を回避しようとしたが、軍部の熱気に押され、西恩寺は天皇や牧野の主張を退けた。外部勢力による天皇側近批判が強くなり、牧野グループは辞任が多くなった。牧野と元老の西恩寺との中も微妙になった。 しかし、西恩寺も長く牧野の体幹には反対した。昭和維新を思い立った陸軍青年将校は、西恩寺、斎藤内大臣、鈴木次重長のほかに、牧野を君足の関心とした。その後も、この絵首相、中日英大使などが意見を聞きに来たが、牧野は後継主範創生には関わらないようにした。西恩寺は牧野を、 身の危険にさらすことになるのを避けさせたいと判断したのである。牧野には自分も興味を持っていた芸術、文化への貢献がある。明治期の美術界の指導者であった岡倉天心の改正学校時代一年、後輩であり、天心は文部次官であった牧野に美術学校の予算を要求するなどし、その後両者の関係は友情として続いた。 1907年には、牧野は、文部省美術展覧会、文展を創設した。また牧野は、帝国図書館、現国立国会図書館の設置に尽力した。牧野の趣味としては、囲碁、読書、歌舞伎鑑賞、映画鑑賞がある。自宅や茶屋で、囲碁会を催しており、5.15事件の時も、対局中であった。森有里のり文章ともごを打った。 1924年から1946年まで日本起因書大代総裁を務めた。読書は和洋の区別なく文学から時事、ノンフィクションに至るまで様々である。英語の小説から日本タイムズも読んだ。川上哲太郎、小林秀夫ら文学界の人を招いて観覧することがあった。牧野は大久保家以外に親戚の三島や伊集院や 秋月家の人たちと、修正変わりなく、進行を重ねた。1919年パリ講和会議の後、大久保都市圏が年都市武信明、吉田茂をロンドンに招いた。都市か信明、都市武の年上の三兄弟が中心となり、毎年五月十四日の都市道の命日を、お祭りと称して集まった。都市道の百回期までは、毎年行いその後は五年ごとに行っている。 信明の記事にも会合を持った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。